それではですね、ローマックスと MSC の連携によるギアモーターボックス振動解析の効率化という題で、私、飯島の方から発表させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、アジェンダになります。まずですね、ローマックスのことをご存じない方もいるかと思いますので、まず簡単にですね、ローマックスソフトウェアの概要紹介ということで、説明させていただきます。その次にですね、振動解析におけるローマックスと MSC、主に MSC ナスラになりますけど、まあ、そこら辺の連携の話をさせていただいて、その時のですね、各製品による、まあ、解析の紹介、最後にまとめという流れで説明させていただきます。はい、まずですね、ソフトウェアの紹介というところなんですが、ローマックスはですね、ギアもしくはモーター、ギアボックスもしくはモーターボックスに特化した解析ソフトウェアの開発販売をしております。主にですね、こちらに示す6つの解析ソフトウェアの開発販売をしております。まあ、簡単に左上からですね、ローマックスコンセプトという製品に関しては、こちらですね、詳細な解析というよりかは、設計初期の、まあ、レイアウトの検討だとか、コンセプト設計ツールなんていう言い方もするんですけど、そういった複数の設計パターンを素早く、まあ、検討するときの、まあ、便利ツールみたいな位置づけになっております。ローマックスエンジュールですね、こちらはですね、より詳細な、まあ、ギアボックス全体、ケースとかハウジングも含めたシステム全体の、まあ、解析をしてですね、まあ、歯車や軸受けの寿命解析、計算を行ってですね、歯車に関しては、まあ、詳細な歯面形状だとかも考慮した歯車の強度解析というのもできるようになっています。で、右上がですね、ローマックススペクトラムになるんですけど、こちらはですね、まあ、本日のメインの製品になりますけど、ギアボックスの振動及び音響解析ができる製品となっております。左下に行くと、ローマックスエナジー。こちらですね、ギアボックスの効率計算ができるようになっておりまして、まあ、ギアボックスに含まれる、まあ、例えば歯車とか軸受けだとか、そういった角度の損失を計算して、ギアボックス全体の効率マップを作成するだとか。あと、ローマックスピン。こちらはですね、ギアボックスの解析の中でも軸受けの強度解析等を詳細に行う製品になっておりまして、で、右下のですね、ローマックスイボル。こちらはギアボックスというよりかはモーターボックスに特化した製品でして、まあ、モーター及びモーター周辺部品に対する、まあ、振動だとか、まあ、そういった解析ができるようになっております。なので、ギアボックスといってもですね、いろんな専門がありますので、まあ、例えば歯車なのか軸受けなのか、オトシン NV なのか、もしくはトライボロジーエナージーなのか、もしくはそういった詳細な解析じゃなくて、もっと、設計初期に使う便利ツールなのか、いろんな需要がありますので、そういった需要に応えるためにですね、まあ、こういった形で製品を分けて開発販売してお客様に提供させていただいております。はい。まあ、ローマックスの特徴なんですけど、まあ、ギアボックスに特化した製品というところで、モデル作成が非常に簡単にできますよっていう大きな特徴が一つあります。まずローマックスコンセプトに関しては、今ちょっとアニメーション流れてますが、マウスのドラッグ操作で、こういったイメージでモデル作成がサクサクできますよとかですね。あと他の製品に関しても、まあ、ギアボックスっていう、まあ、主要部品ですね。例えば歯車とか軸受けに関しては、ソフトウェアの中にテンプレートが用意してありますので、そこに数値入力してくるんですね。例えば軸受けですと、まあ、内径、外径幅、定格荷重等を数値入力すると、自動的に 3D モデルが形成されて、まあ、それを、まあ、シャフトの上に配置するんですね。なので、比較的モデリングが楽です。いずれにしてもですね、コンセプトもそうですが、まあ、CAD、とかに変換、まあ、3D にも変換されますので、コンセプトも。CAD ソフトに変換すると。そうですね、そういったこともできるようになっております。あとですね、まあ、こちらもギアボックスに特化したというところなんですけど、まあ、計算時間が非常に早いという特徴があります。まあ、なんで早いのか、いろんなと、工夫をしているんですけど、ギアボックス全体の解析、ハウジングの変形、シャフトの変形だとかを見るときにですね、連性的に刃当たり解析だとか、軸受けの接触解析というのも行います。で、この時にですね、例えば軸受けですと、まあ、先ほどモデリングするときは数値設定ですよって話がありましたけど、そういった数値、証言情報からですね、ソフトウェア内部で自動的にこういった数学モデルが適用されます。なので、まあ、内部のガタだとか、まあ、そういったところも考慮して、内部の詳細証言も考慮して、こういったヘルツ式に適用した、数学モデルが構築されますので、まあ、こういった数学モデルを数学的に解くことで計算が進みます。なので、まあ、例えば内輪とか外輪とか、玉とかですね、そういったものをそれぞれメッシュ切って点、ノード接点ごとに接触解析するのではなくてですね、こういった数学モデルを数学的に解くことで、計算時間を大幅に抑えているという
こちらもギアボックスに特化したというところの一つの大きな特徴になるかなと思います。はい、次ですね、先ほど6つのソフトウェアありますという話をしたんですけど、いずれもギアボックスに特化したというところで、ソフトウェアの切り替えがそのままできるようになっておりまして、モデル共有が簡単にできるようになっております。ちょっとイメージとしてはですね、これ図左下の図ですね、これ適当なギアボックスを立ち上げた絵になるんですけど、これ画面の右上にですね、こういった赤枠の、ところがあるんですけど、それを拡大するとこんな風になっておりますと。でちょっと今ですね、紫色のローマックスエンジューロ、先ほど紹介した製品の一つなんですけど、こちらは歯車の強度解析とかできる製品なんですが、こちらの、製品のライセンスを掴んでいる状態ですので、このギアボックスにおける歯車の強度解析等ができるようになっています。ただですね、これを他の製品に切り替えたいとなると、例えばローマックスピン、時空受けの詳細解析をしたいとなると、この一番右のローマックスピンのマークをクリックしていただくと、ワンクリックでソフトウェアが切り替わるようになっています。で、この状態ですと、ローマックスピンのライセンスを掴みに行くので、時空受けの詳細な解析ができるようになります。なので、お客様によりますけど、歯車担当している人、振動担当している人とか、いろいろ分かれている場合がありますので、そういった、チーム間とかは、場合によっては部署間のモデル共有とかも、フレキシブルに対応できるようなプラットフォームを提供させていただいております。あとですね、お客様によっては、歯車も時空受けも音も全部見なくちゃいけないんだ、一人の CA 専任者を見なくちゃいけないという場合もあるかと思います。そういう場合ですね、この一番左のこの、ローマックスのマークを選択していただくと、これはですね、連性解析を行える、複数の製品の機能を同時に扱えるような、連性解析ができるような状態になっておりますので、そういった、使い方も可能になっております。この状態ですと、例えば時空受けの詳細な所見とか強度を見ながら、それによる NV の、解析への影響、ね、時空受け合成が若干変わることによる周波数特性の影響を見るだとか、ちょっと具体的にはですね、この後まだ出てきますけど、そういった使い方もソフトウェアとして提供させていただいております。はい、なので、ここまでがですね、ローマックスの紹介となります。ここからが本題になってくるんですけど、振動解析におけるローマックスと MSC の連携というところですね。大きなフロー、流れをこちらに示しております。まずですね、ローマックスエンジューロ、一番左から始まるんですけど、こちらはですね、ちょっと振動解析とはあまり関係ないところになるんですけど、こちらの製品、かなり多くのお客様にすでに使っていただいております。なので、こちらを使って結構幅広い、お客様のところで、歯車とか時空受けの、耐久計算とか、歯車の強度解析をして、設計に活用していただけるという製品になっております。で、こちらのモデルがある場合ですね、前のスライドがありましたけど、ワンクリックでローマックスペクトラムという、ギアボックスの振動解析を行う製品に切り替えることができるようになっております。はい、なので、こちらに切り替えるとですね、もうモデルは出来上がってありますので、そのまま、振動解析だとか音響解析もできるようになっておりまして、前のスライドにもありましたけど、歯車だとか時空受けそういった所見がですね、パラメータ、数値で設定されてますので、そこら辺に対するパラメータスタディも、容易にできるようになっています。ちょっと簡単な例として、この後またもうちょっと詳しく説明させていただきます。ただですね、ローマックス、冒頭からも話している通り、ギアボックスに特化した製品となっております。なので、例えば、ギアボックス以外のところ、例えば車両とか、その周りの、ギアボックス周りのところも考慮したいとなると、ちょっとローマックスだけでは対応できませんので、そうなってくると MSC になすようになってきます。ローマックスペクトラのモデルはですね、この後またこちらも説明させていただきますけど、MSC ナスラに変換することができるようになっておりまして、この時にですね、ローマックスの例えばシャフトだとか、歯車だとか、そういった情報もですね、スーパーエレメント化して、ナスラモデルに適用されますので、こちらのモデルを使ってですね、ギアボックスの、より詳細な解析だとか、もしくはより大規模な車両モデルとかですね、の、モデル構築にご活用いただくことも可能かと。そういったところの効率化も可能になるんじゃないかというところですね。はい、なので大きな流れとしては、こういった形で、ローマックスと MSC の連携が振動解析において、できるんじゃないかというふうに、我々考えております。はい、まずですね、ローマックスエンジューロのところを、説明させていただきます。で、こちらはですね、ちょっと振動解析とは関係ないところなので、もう本当このスライド1枚で簡単に説明させていただきますけど、
こちら幅広くお客様に使っていただいている製品でして、すでにお客様の方で持っているというパターンが多いかと思います。ギアボックスに特化したソフトウェアということで、先ほどもちょっと説明ありましたけど、歯車とか時空系のような主要部品に対するモデル作成用のテンプレートが用意されております。こんなイメージですね。はい、こういったところに数値入力していくと、3D モデルが形成されていくようになりますね。全ての部品、例えばハウジングとか数値設定というわけではないんですけど、こういった主要部品に対しての、数値設定ができるようになっています。で、実際の解析のイメージとしては、ちょっと右側になりますけど、ちょっとこれ、ケースがカットビューになっていますが、こういったギアボックス全体、ケースとかも含めたギアボックス全体の変形を見て、そこから得られる、噛み合いミスアライメント、時空系ミスアライメントを考慮した、各国の寿命計算だとか、あとはこういった刃面の、細かい形状も考慮した、刃面の面圧だとか、刃元の応力解析、そういったことができるような製品になっています。はい、ここからが本題、振動解析というところの本題になります。はい、ローマックスペクトラムになるんですが、こちらはですね、先ほどもちょっとありましたけど、ローマックスエンジュールのモデルがすでにある場合ですね、ワンクリックでそのままローマックスペクトラムに変更して、そのまま周波数応答解析ができるようになっております。ローマックスエンジュールのモデルが仮になくてもですね、同様に先ほど説明したような数値設定から、スペクトラム単体でもモデル作成はできるようになっております。はい。この時にですね、振動解析をするんですけど、ギアボックス全体解析で得られる、例えば、歯車の噛み合い合成だとか、あと時空各部の時空系の接触解析も行って、時空系の非線形合成を考慮して、非線形合成を考慮した接触解析だとか、そんなこともこの中で行ってくれますので、それがそのまま周波数応答解析に適用されるような形になります。あとですね、歯当たり解析、歯車の解析から得られる、噛み合い伝達誤差、こちらが噛み合いノイズの起振力になりますので、そちらもそのまま適用して周波数応答解析ができますし、あとですね、昨今モーターとかも含んだギアボックスが多いので、モーターの磁場解析は、ちょっとこのスペクトラムの中では残念ながらできないんですけど、日本だと、ジェイソルさんの、JMAG ですかね、が主流かと思うんですけど、そちらで計算した、例えばトルクリップルだとか、ステーターラジアル荷重の変動だとか、そういったものをですね、取り込んで、一緒に周波数応答解析するだとか、そんなこともできるようになっています。で、結果のイメージとしては、よくある周波数応答解析結果なので、これ縦軸加速度、横軸が、周波数ですね。こういった波形が得られたりとか、あと、ピークに対する、モードシェイプを、見てあげるかとか、そんなことが、スペクトラムの中でもできるようになっております。はい。あとですね、ローマックススペクトラムの場合はですね、歯車だとか時空だとか、シャフトも一部そうですけど、パラメーターで、数値設定で初限が定義されている場合がありますので、パラメータスタディが非常に容易に可能でという特徴があります。例えばですが、画面の、細かい歯型修正ですね、そういったものを変えるとですね、ちょっと左から右に変わる場合だと、ちょっとめっちゃ分かりにくいんですけど、歯面の荷重分布が今、コンターで表示されていますけど、そちらが歯面修正変えると、ちょっと左に偏ったりだとか、いうことがあります。で、こうなると当然ですね、噛み合い合成が変わりますので、周波数応答解析結果にも影響しますし、あと、歯当たり解析が変われば、噛み合い起振力である、伝達誤差、これもちょっと波形が変わってくる場合がありますので、そういった波形、というか、起振力の違いによる、振動の解析結果っていうのも、パラメータスタディすることが可能になっております。あとですね、時空系に関してはよくあるのが、このテーパー時空系とかになりますと、時空系の余圧ですね、ギュッと紐を入れて、押し付けるように、組み立ったりすることがあると思うんですけど、それがあったりなかったりすることによって、この余圧量によってですね、時空系内部で発生する荷重っていうのが変わってきます。ちょっと右余圧ありだとですね、ちょっと分かりにくいんですが、より多くの頃が、より多く荷重、面圧を受けているのが、ちょっとビジュアル化されているんですけど、そうすることによって、当然、時空系の接触状態および時空系の合成が変わります。なので、時空合成が変わると、シャフトからハウジングに伝達する振動特性も変わりますので、こういったものがどういうふうに、応答に影響するかというのも、非常にやりやすい製品となっております。
ちょっとイメージにはなるんですけど、まあ、例えばですけど、ちょっとこの赤枠のところに着目すると、自己啓発をどん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 上げていくとですね、当然内部の接触状態が変わってですね、基本的に自己合成が大きくなってきますので、まあ、それによってピークがどんどん右にシフトしていくような、まあ、そんな、パラメータ下記ができるようます。ね。はい。まあ、これはほんの一部のパラメータスタディの、まあ、例ですけど、まあ、他にも例えば、まあ、心ズレだとか、まあ、そういった、下降誤差に対する、まあ、パラメータスタディを行うとか、まあ、そういったいろんな、パラメータスタディが、まあ、このノーマックスペクトラの中でできるようになっておりまで、スペクトラムに関してはですね、ちょっと今日は振動メインなんでちょっと逸れてしまうところあるんですけど、まあ、振動解析だけじゃなくてですね、音響解析もできるようになっております。まあ、ソフトウェアの中でですね、まあ、音響解析用の、まあ、メッシュを自動的に作成してですね、で、ハウジング表面の振動結果を適用して、まあ、そのまま音響解析ができるようになっています。で、マイクの位置とかは、まあ、一応デフォルトでは ISO 規格に基づいた位置なんですけど、もちろんそれは変更も可能になっております。なので、かなり自動化されておりまして、設定画面としてはもう本当これだけですね。当然その周波数の、計算する周波数の範囲だとか、まあ、そういうのはちょっとユーザーの方で指定するんですけど、基本的に簡単なセットアップでそのまま解析を実行できるようになっております。この解析、音響解析に関してはですね、MSC が取り扱っているアクトランのソルバーを、まあ、ローマックスペクトラの中に搭載しております。なので、まあ、必要に応じてですね、アクトラン単体の解析用の、ファイル、モデルファイル、入力ファイルとして出力することもできますので、例えば場合によっては CAE 専任者による、まあ、より詳細な、例えばですけど、吸音材の設定だとか、まあ、そういったものを考慮したい場合は、まあ、こういった手順が必要になるかなというところですね。はい。最後、MSC ナスラのところに移行させていただきます。はい。まあ、MSC ナスラですね。ローマックスペクトラムのモデルをそのまま出力することができるようになっております。まあ、ローマックスペクトラムの中でもですね、すべての部品が数値設定されているわけではなく、例えばハウジングケースとかは、まあ、FE モデルとなっておりますので、まあ、そういった FE モデルは、そのまま出力されます。まあ、ただですね、内部の数値設定されている歯車とか、まあ、一部のシャフトとか軸受けとかですね、そういったものはですね、マトリックスとしてスーパーエレメント化されて、出力されるようになっております。なので、ちょっとイメージとしては、まあ、ハウジングはそのままですけど、中身のところは、まあ、形状というよりかは、もう合成マトリックスみたいなものが、まあ、スーパーエレメント化されて、モデルに適用されているという形になります。で、この時にですね、まあ、ローマックスで計算した軸受け合成だとか、噛み合い合成も、このスーパーエレメント化された合成マトリックスの中に適用されておりますし、あと、場当たり解析から得られた噛み合い起振力、噛み合い伝達動作だとか、あと、もし JMAC とかから、まあ、モーター起振力、トリプルリップだとかの起振力を適用している場合は、それもそのままナスラに引き継がれるような形になっております。なので、結構こういったトランスミッションのモデルを、ナスラの中で歯車とか全部含めてやるってなると、まあ、それなりに、大規模なモデルになってくると思うんですけど、まあ、そこはですね、ローマックスで計算した、結果だとかをうまくですね、適用して、まあ、まあ、細かい情報ですね、っていうのも入ってはいるんですけど、いるんですが、モデルの規模としては、まあ、なるべく抑えるようにしております。はい。まあ、MSC ナスラの中で、そのまま周波数応答解析が、まあ、スペクトラム同様にできるようになっております。なので、ただ、まあ、そのまま、ソル111で周波数応答解析しても同じような解析をするだけなんですけど、例えばですね、まあ、精神剤の適用したりだとか、これまさにその例なんですけど、まあ、このインバータケースのところですね、精神剤を適用したらどう変わるのか。そういったものは、ちょっとスペクトラムでは見れないので、ちょっとそういったところはですね、まあ、このナスランでは可能になっています。あとですね、ソル400を使った、まあ、例えば、なんですかね、ボルトの、熟力も全体的に、まあ、考慮した解析をするとか、そういったことをする場合も、ローマックスペクトラムでは、対応が難しいので、そこはですね、まあ、必要に応じて、先ほどのセッションでもあった APEX を使って、境界条件の修正をしてですね、まあ、ナスラの方で、まあ、より詳細な解析を、まあ、行うということも可能になっています。実際ですね、この後、3時20分から予定しているセッションでは、周波数依存性だとか、温度依存性、材料特性とかを考慮した、より詳細な、解析の紹介もありますので、まあ、ご興味のある方は、ぜひですね、そちらにご参加いただければと思います。
ギアボックスを含む、さらに大規模なモデル作成というところでも、こちらの連携ですね、というのは、かなり有効になってくるんじゃないかと考えております。イメージとしてですけど、ギアボックス単体の、こういったローマックスで計算するようなモデルがありますけど、これは、MSC ナスランに、出力することができるようになっております。で、これをですね、車両モデルを作るときに、こういった形で、くっつけて、合体させて、実際の、モデル、車両モデルに対するこういった解析というのも、できるようになるということですね。先ほどの説明にもありましたけど、こういったモデルだとですね、かなりトランスミッションの中の歯車だとか、そういったものまで入れるとかなり大規模になってしまうので、そういったところまでやらないことが結構多いんですけど、先ほどもちょっとあった通り、内部の細かいところはローマックスで詳細に計算してはいるんですけど、スーパーエレメント化して、モデルに適用されておりますので、なるべく規模の小さい形で、計算時間を抑えた形で、こういった大規模モデルにも適用できるという、大きな利点があるんじゃないかなというふうに考えています。ちょっとまとめ最後になります。2ページあるんですけど、まずですね、ギアボックスにおける耐久強度を解析するローマックスエンジュロ。これはですね、幅広くお客様の方で使っていただいておりますが、これをですね、活用することで、NV の振動解析のモデリングの効率化が可能かなと考えております。ローマックススペクトラムと MSC ナスなんですね。こちらに関しては、ローマックススペクトラムローマックスエンジュロ。からワンクリックで変換して、そのまま、内部のパラメータスタディだとかを行った周波数応答解析もできるようになっています。MSC ナスラに関しては、今説明があった通りですね、ローマックスのギアボックスの細かい情報も含めた形で変換することができますので、大規模モデルの作成の効率化だとか、そういったことにもご活用いただけるかなと考えております。こちら最後のスライドになりますが、本日の発表ではですね、振動解析に着目して発表させていただきました。ただですね、去年、ローマックステクノロジーはですね、ヘクサコアグループに吸収されて、MSC さんと、もう今後は一緒になってきますので、そういった MSC 製品とのさらなる連携というのも、今、着手しておりまして、例えばですね、MSC APEX を使った、CAD とか PRIM を使って、その情報をですね、ローマックスに使うと思いますし、電磁波解析はちょっとやってないんで、そこはですね、日本だと JMAG が主流ですけど、そちらの情報を取り込む形になりますけど、例えばですね、本日発表あったこのナスランはこちらですね。それ以外にもですね、アクトランとの連携もありますし、あと、ダイナミックフュージョンって言ってますけど、気孔解析、アダムスですね、との連携もですね、一部、モデル変換機能を用意しておりますので、そちらとの連携もありますし、あと、クレイドルさんのその SC フローとかですね、熱解析、ローマックスの方で効率計算、損失計算ができるので、熱解析における、熱源、ヒートソースの解析ができるんですけど、熱分布解析となると、こちらとの連携になっています。なので、本日紹介したのは、こういった、シナジーなんて言い方もするんですけど、MSC 製品との、連携のほんの一部になりますので、今後ですね、さらなる連携というのもご紹介できればいいかなと考えております。私からの発表は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。